皆様、大変お待たせいたしました。それではこれよりですね、先端 IT 活用推進コンソーシアム第9回総会の方を始めさせていただきます。本日はですね、ご多忙の中、ご参加いただき誠にありがとうございました。ここからの方は、司会の方ですね、私運営委員会の運営システム近藤の方が担当させていただきます。よろしくお願いします。それではまず、第9回総会の開始にあたりですね、理事、運営委員の澤崎さんからですね、開会の宣言の方をお願いしたと思います。澤崎さんお願いいたします。理事運営委員の澤崎です。よろしくお願いいたします。それでは第9回総会を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず総会、開始にあたりまして、総会の成立条件というものが会則で規定されております。この総会にはですね、正会員の2分の1が出席したところで、成立ということになります。で、本日はですね、各正会員の代表者として登録してある方の出席が19名、そしてその代表者がちょっと今日は出席できないので、代理人、同じ会社の代理人ということをお立てておられるという会社が9、そして委任状、議長さんに対して、議決委任をしますということの委任状が5ということになります。19と9と5を足して33、正会員が34ですので、ちょっと1つの会社だけ、ちょっと出ておりませんが、34分33ということで、今回の総会は成立ということになります。よろしいでしょうか。引き続きまして、この総会の最後終わりましたところで、議事録に署名をする議事録署名人の方を選任させていただきたいと思います。こちらの方が2名、こちらの方で、ご提案させていただきたいと思います。こちらはですね、理事と運営委員を兼務されている方2名にお願いしたいと思います。荒本理事と松山理事をご推薦させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。よろしい場合は拍手をお願いします。そうしましたら、こちらの今回の総会が終わりましたら、早急にですね、議事録を作りまして、そちらの方に署名をしていただくということになります。どうぞよろしくお願いします。佐々木さん、ありがとうございました。それでは、これより、総会議案書に従い、理事会運営委員会を代表し、運営委員会議長の田原さんより、全議案の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。皆様、お手元のですね、議案書の方のご準備をお願いいたします。それでは私の方から議案書の説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。何分にも時間が迫っておりますので、要点をかいつまんでというご紹介方法でいきたいと思います。皆様にはこの議案書を追いかけていただきながら要点を押さえていただく、こんな形でお願いしたく思います。よろしくお願いいたします。まず第1号議案といたしまして、第8期早期になりますが、活動報告を申し上げます。まずご報告したいのは、重点の施策4ポイントに対してどうだったかという評価をいたしました。自己評価でございますので甘いかもしれませんけれども、一応私どもとしては上3つの項目に対しては、かなり頑張ったというふうに評価しております。特に1点目の新しい技術領域、特に企業さんがこれからと注目されている新しい技術、ここのところの取り組みを強化していきましょうねというのを第一目標に掲げておりますけれども、それに対しては AITC 全体で、つまり部会のみならず共同プロジェクトのみならずオープンな活動までを通しまして、 IoT、AI、もろもろの取り組みをしてまいりました。一部では量子コンピューターに取り組んでいるところもございます。ブロックチェーンの勉強会もいたしました。 AR、VR、MR、 先ほどもデモンストレーションをご覧いただきました。こういうことで私どもとしては注目度の高い技術領域にチャレンジしたと評価させていただきます。2点目、情報と力
権の発信をさらに強化して、先端 IT の普及促進で社会貢献としております。これに関してはこの第8期でかなり成果を上げられたものと見ております。理由はですね、こちらにございます表彰状、ちょっとご覧いただきたく思いますけれども、これは気象庁の長官橋田様から頂戴したものでございます。 XM コンソーシアムの時代から気象庁用の XM のフォーマットの作成に技術協力をしてまいりました。それを手始めに、その後もいろんなアドバイスをしながら、気象データの高度化とかですね、利活用の推進、こういった面にいろいろご協力してまいりました。今もしております。ということが大変評価いただきまして、あのような長官表彰となりました。またそれのみならず、まあ、他団体と書いてますのは気象庁さん主導のもとに立ち上がりました、気象ビジネス推進コンソーシアムというのがございます。そこでもその組織化から始まりまして、活動にも諸々のご協力を申し上げているという状態でございます。また学会のところでは、例えば情報処理学会の IT フォーラム、それからデモというようなところで、論文投稿したり、あるいは発表したりということで、そういう団体との、意見交換、いろんな知見をいただく、こちらも提供するというような形でやり取りをしているということで、この面がとても去年ですね、進んだエリア、評価もいただいてきたエリアだというふうに評価しております。またこのコンソーシアムの活動で非常に重要なのは、その技術的なことのみならず、人と人とが出会い交流し、後々まで長く続く、あるいはビジネスにもつながっていくような交流を作っていただくこととしておりますけれども、その面に関してももう本当に深い共同プロジェクト、そしてオープンな活動ということで、いろんな交流が生まれております。あの女子会というから女子だけではない、シニアというから若手がいない、そういうことではなくって、もうそのテーマに即して活動したい人たちが老若男女集まっていろんなことをやっているという面でも、非常にいい活動ができているのではないかなと評価しております。ただ4点目に書かれております会期末を睨んで、やっぱり成果を集大成していく活動を始めようよねと、いたしましたんですが、ここはこういうことを最終成果としましょうかというところは目標設定的にはできているんですが、活動はこれからでございますということで、これから本腰を入れるということで参画としておりますということで、総じて申し上げれば、第8期の活動も順調に展開できたかなと思っております。このもう少しご紹介したいと思いますけれども、会員数の推移を見てください。第7期の最後、これは81会員という状態でした。それが第8期、ついこの間の8月31日で88会員、個人会員さんも非常に増えてきております。例えばテンソフロー、あるいはブロックチェーンといったところで勉強会に参加したいと、ワンタイムの参加を希望される個人会員さん、出たり入ったりという状態が起こっておりますけれども、増えている、それが数字への反映になっていると、ご覧いただければと思います。運営関連としましては、理事会、運営委員会、適宜開催しております。ことに運営委員会は月次を目標にしておりますので、開催12回、そして SNS の審議で29回ということで、主としてここは会員さんの承認、入会会員、承認、あるいはどうしても都合があって退会したいという時の承認、あるいは予算措置を申請する、承認するといったところをこの SNS 審議でやっております。理事会の方で ML 審議をお願いしてますのは、これは例えば理事会で認定する成果物、これは評価、認定していただけますかといったようなのはレベルを上げて理事会にお願いしております。活動内容として、ここに書いてございますようなことが月々、会議を通して遂行されているということでございます。会員向けの活動といたしましては、先ほど来ご紹介にございました部会共同プロジェクト、いろいろございます。
それからオープンな活動としてもここにご覧いただいている、あるいは先ほどご紹介申し上げたようなところがございます。これに関しましては詳細がこの議案書の中に記載してございます。各部会ごとに何回年間やった、何をやったという程度のことを詳細に書いてございます。オープン活動に関しても同様でございます。ぜひご覧いただければと思います。活動のすべてはできる限り一般公開をしていくというのがこの AITC の考え方でございます。昨年の公開資料は56件ということで、これも議案書の第1号5ページから7ページにすべてアドレスも書いてございます。ここをクリックしていただければご興味のあるところにポンと飛べますので、ぜひご伝えください。今ご紹介申し上げました、活動、この左手の方が会員さん主体、そして右側の方がオープンな活動ということでございまして、それ別に詳細の記述をさせていただきましたということで、改めてこれをご覧いただきたく思います。昨年度、部会活動の実績ということでちょっと申し上げたく思いますが、この左手の方に赤字で書いておきますテクノロジーが AITC 全体で取り組みましょう、黒字のところが部会ベースの取り組みのテクノロジーということになっております。で、先ほど来の成果発表会でご紹介申し上げましたように、右手の方に代表的な取り組みというのを書いておきました。この他にもいろんなことをやっておりますので、ぜひぜひ議案書の方も紐解いていただけたらと思う次第です。第一号議案のところはかいつまみますと以上のようなところになります、なるかと思っております。よろしければ第二号議案の方をご説明したく思います。第二号議案は3ページにまたがっておりますけれども、これをかいつまみますとこちらにご覧いただくようなことになります。第7期からの繰越金が710万何かしございました。それに対しまして第8期単年度で見ましたときに収入支出、ここに上がっているような具合でして、収支の差額を見ますと14万8834円の黒字だったということで、単年度収支で OK という状態でございます。ただ前年からの繰越金、これも上手に使いながらもっともっと活動の進展を求めていきたいというふうに考えております。次期への繰越金としては728万6342円、そして前掛金としては40万3000円ということで挙げておりまして、通帳残高はここに上がっている数字となります。この辺の展開が第5議案の2ページとなります。そういう観点で全体を押さえていただければと思います。それでちょっと細かく見たいんですけれども、2の1ページのところをご覧いただきますと、収入の部一つ気になるのがやっぱり懇親会費と参加費、これが予算よりも実績が26万1000円下回った、なんでだろうということなんですけれども、実は去年の総会は懇親会を会費無料といたしました。手作り懇親会だったものですから、いただくほどではないということで無料にいたしました。ここのところが大きく影響している部分、そしてもう一つ、いろんなイベントの後のですね、懇親会のやり方をちょっと変えました。例えば皆さん参加したい方がどこぞに繰り出して、そこで割り勘ベースでやっていただく、いちいち参加費は徴収しないというようなやり方を取られましたので、この2つの要因によりこの減額となりました。一方で支出の方をご覧いただきますと、ちょっとマイナスで大きい数字といいますと活動支援金になります。部会と会員限定の勉強会のところなんですけれども、実績が予算を24万7923円超過いたしました。これのところの要因といたしましては、一つ部会用のレンタルサーバー、ここの関わる経費がその前年第7期よりも大変増えております。
これはやはりいろんな活動が活発になっているということで見ていただければと思います。それから成果発表会に関わる経費がかかったり、あるいは他団体との連携活動で出費があったりといったようなところのものを持って、予算オーバーしたとご覧いただきたく思います。でなお、この超過分に関しましては、去年 の, 昨あの総会でご承認いただきました、理事会で承認を得て、それで予備費から充当して OK というのにのっとりまして、予備費から充当させていただきました。これが 2-1 ページの展開となります。以上のような顛末をもちまして、銀行通帳、それから会計帳簿、これをもって監査の水谷様に全部チェックをいただきました。その結果 2-3 ページにございますように、間違いございません、きちんと管理されておりますという報告をいただきました。水谷様は今日ちょっと別件がございまして、ここにおいでになれないんですけれども、その点はよくご報告を言う依頼を受けております。これが第2号議案のところでございます。次は第3号議案ということで、今期第9期に入っていきたいと思いますけれども、最初のところでご紹介しておりますのは、今回の活動の運営方針という部分でございます。まずは活動理念、活動方針、これは変えることなくこれからも守っていきたいというところでございます。つまり先端 IT に何度でもトライできますよね。しかもワクワクできますよね、ドキドキできますよねって言ったような活動を主眼にしていきたいということでございます。でその結果、先端 IT に明るい技術者を育成しましょう。そして先端 IT の活動を推進して、日本の産業界と社会の発展に貢献してまいりましょうということは守り通していきたいと思います。で活動方針としても、やはりコンソーシアムならではということで、一社ではできない活動、競合関係を乗り越えてやりましょう。しかも特定企業とか団体からはニュートラルでありましょう。それから外部の組織とか団体とか協業をどんどん進めてまいりましょう。人とのネットワークを作りましょう。それから知見はどんどん外に出していって社会貢献いたしましょう。こういったところは守ってまいりたいと思っております。でこういう形で第9期の重点施策なんですけれども、長年やってまいりますと、正直なところもう本当にこう課題として挙げるべきところは凝縮されております。従いまして、あれさっき見た文言と同じだなと思っておられると思います。その通りでございます。で 1,2,3 これをさらにやってまいりたいと思います。そして4番目のところ、会期末に向けての集大成となる活動、これは本当に今期から推進していきます。成果物のまとめを始めますということで、例えば参照性の高い資料、あるいは集大成のベースとなる理事会に認定いただけるような成果物、あるいは相当レベルのもの、これをどんどん集積していきたいということでございます。ぜひこういった活動に皆様にご参加いただけたらと思う次第です。活動となります対象分野はあまり大きくは変わっておりません。1点下から2番目のところに量子コンピューティングというかところで、 AI スイッチップに量子コンピューターではなく量子コンピューティングというふうに命名をしてみました。今日もこの後大関先生にお話をいただきますけれども、部会の中で、あるいはオープンラボで、セミナーで、こういったところもどんどん取り上げていきたいと考えております。もう一度繰り返しますけれども、黒字の部分が部会中心、赤字が全体でというふうな考え方でございます。活動の形態、会員主体とオープンな活動も定着いたしました。そして部会の方もそれぞれの扱っていますテクノロジーの性格そのものと言ってもいいぐらい、それぞれ部会の性格が生まれております。またオープンな活動の方は控え室も入った活
動でございまして、土曜日の午後いっぱい使うようなそういう活動で、それぞれに特性がしっかりしてきてます。変えることではないというふうに理解し、今期もこの活動形態を守っていきたいと思っております。で、部会活動の目玉はと、何しろ AITC の一番の背骨は部会活動です。で、部会活動の第9期の目玉というのは、これは総会議案書の付属資料の方にそれぞれの単位別に詳しく出ております。それをご参照いただきたいんですけれども、それぞれ少しキャッチーなことを言ってと頼みますと、でも真面目ですね、こういうレベルがそれぞれから出てきております。例えばクラウドテクノロジーだったら、クラウド技術に立ち返りますと、いろんなサービスが出てきていく、どんどんそれを使っていってクラウドベースでやりたいということですよね。それから、例えば漫画駆動開発のお話も出ました。あれをライトアップするぞと、もう仕上げるぞというようなことも出ておりますし、ナチュラルユーザーインターフェースのところだと、もう常に最新のデバイス、これを使ってみんなにお披露目したり、みんなにも参画してもらおうというようなことも掲げたりしております。それぞれの特性に合わせた活動内容を今期も展開していきたいというようなことでございます。以上が、第9期今期の活動の計画でございます。で、それを支えます予算組ですけれども、ここにご覧いただきますように、総額としては1,123万1,423円という見込みで走ってまいります。前期からの繰越金に今期の収入見込み、特にこの収入見込みのところで大きいのは会費になりますけれども、今日時点の会員数で算出しております。それからセミナー等の参加費、これは開催の形態が変わってきていることを勘案して算出いたしました。こんな具合で収入の部分を見ております。一方、支出の部ですけれども、予算額は423万7,000円ということで抑えました。これは第8期昨年の実績ベースで算出しております。で、予備費を699万4,423円積んでおります。下に書いておりますけれども、もしも活動の中軸となる部分で予算オーバーの状態が起きたら、あるいはサイトリニューアルが必要になったら、この時には予備費から充当させていただくという特記事項を合わせてご審議いただきたいと思っております。次は第5号議案として、今期第9期の理事幹事の選任でございます。理事候補として14名、これは詳細はこの第5号議案の方をご覧いただきたいと思いますけれども、そのうち交代として日立製作所様、富士ゼロックス様から頂戴いたしました。ちょっとご紹介申し上げたいと思いますけれども、日立製作所様はエクセルコンソーシアム時代からずっと長らく吉野様が理事を担当くださいましたけれども、この度中島様へバトンタッチということになりました。よろしくお願いします。それからもう一つ、富士ゼロックス様でございます。問い様には一昨年だったでしょうかから理事を引き受けていただきまして、今般、倉重様の方に代わられるということでいただいております。よろしくお願いいたします。他の12名は留任でございます。恐縮でございますけれども、留任の理事の方にはちょっとその場で立ち上がっていただければ幸いでございます。鶴尾さんはですというちょっと一部お帰りになった方もございますけれども、こういうメンバーで候補とさせていただきます。つらつらとお顔をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ございますけれども、ずっと水谷様にお願いしてございます。水谷様は社長職から今度は取締役、増大役に変わられましたけれども、この AITC の会議末まではしてくださる
というコミットをいただいておりますということで候補として挙げさせていただきます。それから以上は総会の審議事項となりますけれども、参考にご披露したく思います。顧問の7名の先生方には今回もご留任いただくこととなりました。今日も2名の方が駆けつけてくださいました。ご紹介したいと思います。三層研なんで軸足は三層研なんですけど、今経産省に出てらっしゃる泉先生、それから名古屋大学院の山本先生ということでございます。7名の方が引き受けてくださいました。それから次のページに運営委員会のリストを上げております。理事会から今回の運営に関する執行権を委任されるのが運営委員会ということになります。この総会に先立ちまして開催しました理事会にて、このメンバーにて委任を頂戴いたしました。今期もまた運営委員会として今回の運営をキャリーしてまいります。ご報告でございます。以上にて総会議案書の第1号議案から第5号議案まで審議対象となりますところを中心にご紹介申し上げました。この後質疑応答を踏まえましてご審議いただけたら幸いでございます。ただもう一点申し訳ございません。この一番下に書いてございます、大変恥ずかしい話でもあるんですけれども、訂正しお詫び申し上げます。実は理事候補リストと運営委員リストにですね、あいうえお順でと申し上げときながら逆転しているところがございます。アステリアさんとアドソルさんが逆転しておりますので、ここのところは事情はあったんでございますけれども、ご容赦いただきまして、皆様に総会承認いただきまして、一般公開の時には必ずきちっと修正した上でいたします。これを一応付帯事項としてご審議いただけたらと思います。以上でございます。ありがとうございました。田原さん、ありがとうございました。それではこれより、議案のですね、ご説明の方が終わりましたので、これより質疑に移らせていただきます。質問や疑義の方がある方にはですね、マイクをお持ちいたしますので、挙手をいただいてですね、会社名とお名前の後に質問いただければと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは特に質疑もないようですので、よろしければこれから、議案の採決に移らせていただきます。第1号議案から第5号議案まで、第5号議案まで、承認いただける方はですね、拍手をお願いいたします。ありがとうございます。第1号号から第5号まで、全議案につきましてご承認をいただくことができました。ありがとうございました。AITC の設立9年目となる今期、ますます活動が、充実発展するようにですね、努めてまいります。皆様のご一層の、ご支援ご協力の方をお願い申し上げます。ありがとうございました。これは総会で、理事の候補の皆様が承認いただけるというところの、内容に対してフライング行為ではございますが、総会のですね、スピーディーな進行というところを、考慮したものですので、ご了承ください。よろしくお願いします。もう、ご選の結果ですね、今期も会長は鶴子さん、副会長は、平野さん、田原さんが、選任されましたので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは会長鶴穂さんから一言ご挨拶をいただきたいと思います。鶴穂さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今司会の方から報告ありましたように、フライング気味の理事会におりましてですね、先ほど行われたんですが、今期も会長をやるということでやらせていただきます。一つよろしくお願いいたします。先ほどの田原さんの方の報告にありましたように、この、活動報告の中にありましたように、気象庁様とのですね、連携プレーが成果を結んできておりまして、表彰状もいただけたというようなことになっております。それから情報処理学会との連携も進んでおります。今期9期目ですけど、第1期の時からこの技術者の集まる、こういうコンソーシアムができるっていうのは非常に素晴らしいことなんですけども、やはり社会技術、をやってる以上はですね、やはり研究とはちょっと違いますから、世の中に役に立つことをやらないといけない、そういうふうに考えて申し上げてきたんですけども、それが少しずつ、実ってきてるということで、この方向でさらに成果を出していければいいなというふうに思っております。第9期で8年間終わったんですけど、すでにご存知の通り、この8年間の IT 業界の変化とか誠に凄まじいものがありましてですね、そういうふうな目で見ると残念ながら日本の IT 業界はちょっとしんどい状況に追いやられていると言った方がいいのかもしれません。ここに集まっていらっしゃるような、手が動くエンジニア、特にソフトウェア関係のエンジニアっていうのはですね、もうご存じの通りで、海外にいると、皆さんも多分高級取りだと思うんですけどもですね、その2倍3倍の給料をもらっている IT エンジニア、特にソフトウェアエンジニアはざらにいるわけでありまして、そういう中で日本の業界、またソフトウェアエンジニアが、そういう処遇を受けているかっていうとね、やや残念なところがあるんじゃないかなと思います。個人的に見ると、特に若い方々は、でも海外に出てしまった方がいいんじゃないかなと思うんですが、日本全体としてはそういうわけにもいかないんですけども、この状況が後がしないといけないということであります。給料だけじゃないんですけど、やはり、世の中に役に立つインパクトを与えるような成果を出して、でそれがビジネスにつながって、でそして個人的にも、今よりも恵まれた報酬を得ると、この道をつけない限りですね、もう日本は何とも立ち行かないということでありまして、それとこの奏者の方がどういう関係があるんだということになると、この8年間やってきて、私も多少ジリジリなところはあるんですけども、ともかくそういうふうな若干情勢の中で、あと何年か3年ぐらいあるんですよね、3年間ある中で、少しでも何かね、きっかけとかをつかめたらいいんじゃないかなと思っております。もうすでに世の中にはですね、日本の国はマクロ経済的にはもう非常に余裕がありましてですね、お金、資金というのはもう有り余るほどあるわけですね。ないのは技術のシールと、そしてビジネスをやる人のやる気と、
こういうことになっておりましてですね、まあ、一番その辺のシリーズがあるのはこういう研究会じゃないかなと思うんですね。これ以外にはほとんど日本の企業じゃないと思うんです。そういう目で見ていって、まあ、なんかねそのシリーズを見つけてそれをビジネスとかファイナンスに結びつけられればいいんじゃないかなと、こういうふうに考えております。まあ、あの第9期ですか、9期も一つよろしくお願いをいたしまして、まあ、私も何かあれば魅力を尽くしたいなと、これに思っております。どうもありがとうございました。通販さん、9期に向けて力強いメッセージありがとうございました。それでは、ここで副会長、運営委員会議長田原さんはですね、恒例のですね、総会表彰の、受賞者の発表をいただきたいと思います。田原さん、よろしくお願いします。それでは今回の総会発表、表彰発表をさせていただきます。大きく言いますと2点でございまして、まずはコンテクストコンピューティング研究部会における統合論文の執筆でございます。で、先ほども成果発表会の中で道村さんリーダーからご紹介いただきましたけれども、すでに理事会の認定を受けております。そして一般公開をしているという状態でございます。やはり論文を書くということ自体、ワークロードのかかること、しかも本業の狭間でそれをやっていくこと、長年の研究成果をまとめられているということで、次への第一歩となる大きなことであったのかと思っております。ということで、道村さん、小林さん、坂下さん、中川さん、飯沢さん、以上5名の方を表彰したと思います。道村さん代表してお願いできますでしょうか。津保さん、よろしくお願いします。表彰状、道村ただお田野殿、フィードブックス株式会社。記念は今回第8期の活動において、研究成果をコンテキストコンピューティングにおける投稿の信頼性評価と題する DIM2018 投稿論文としてまとめ、第8期理事会認定成果物として公開し、今回活動の進展に貢献されました。ここにその労と功績をたたえ表彰いたします。平成30年10月1日先端 IT 活用推進コンソーシアム会長鶴穂選手。ありがとうそれでは次のに移ります。団体とのというのは、実は WXBC 気象ビジネス推進コンソーシアムとの連携活動ということで、気象データの高度化と利活用推進へ貢献という観点で、大きく言いますと3つのポイントになります。まず、気象データの使用をしてくださったと。で、先ほどもバグまで見つけたという発表がございましたけれども、そのグループです。代表して一番若手になるでしょうか、中島さんにお願いできればと思います。表彰状、中島俊治殿、株式会社理工。記念は記念は本会第8期の活動において、クラウドテクノロジー活用部会で取り組んだ気象庁提供の気象データの使用に参加され、気象データの高度化と利活用推進へ寄与し、今回活動の進展に貢献されました。ここにその労と功績をたたえ表彰いたします。平成30年10月1日先端 IT 活用推進コンソーシアム会長鶴穂選手の。
で次はWXBC の中で実は気象と IoT を組ませて何かできないかと、 IoT の気象ビジネスへの推進ということで取り組んでいる勉強会があります。そこで AITC の3名がですね非常に主導権を取って頑張ってくださってます。ということで近藤さん、田原さん、私の田原と全く関係ございません、横田さんということで3名を、表彰したく思います。やはり若手に出てほしいので横田さんどうぞ。表彰状、横田博之の学術会。以前は本会第8期において気象ビジネス推進コンソーシアムが主催する気象 XIoT 勉強会の活動を牽引され、気象データの高度利用へ寄与し、先端的技術分野の進展に貢献されました。ここにその労と功績をたたえ表彰いたします。平成30年10月1日先端 IT 活用推進コンソーシアム会長鶴子選手。ありがとうございます。以上でございます。もう一面なんか書いてありますけど、これは立場上ですね、ここでの表彰はちょっとご遠慮したいと思っております。それでは表彰を受けられた方には後ほど懇親会で一言お願いしたく思います。ぜひ楽しみにしております。また今お渡しできなかった方、懇親会の席でお渡ししながら一言をいただくという場面を作りたいと思います。ぜひご協力ください。以上にて総会表彰は終わりました。ごめんなさい、もう一つ重要なのがありました。感謝状を贈呈したく思います。実際にこの活動、部会活動とか共同プロジェクトとかそういうのに参加されているわけではないんですけれども、会員限定で行っておりますブロックチェーンの勉強会、しかもセカンドクールということで、こうもうちょっとディープにやろうよというフェーズでのイーサリウムの構築、利用、そして活用というそれぞれの勉強会を担ってくださる。しかもものすごい万全の体制で講師プラスサポーター、演習のサポートをバッチリしてくださった日本ユニセス様に感謝状をお送りしたく思います。どなたか。会社の日本ユニシス株式会社の以前は今回第8期におけるブロックチェーン勉強会の開催にあたり、イーサリアムの構築、利用、活用、各界の講師並びに実習サポートを担当され、先進的技術分野の活動進展に貢献されました。その労と支援に謝意を表し、感謝状を贈呈いたします。平成30年10月1日先端 IT 活用推進コンソーシアム会長鶴子選手。受賞者の皆様おめでとうございました。今期もますますご活躍くださることを期待をしております。以上にて、総会のアジェンダはすべて終了いたしました。本日は第9回総会にご出席いただきまして誠にありがとうございました。また全議案を、ご承認いただきまして、重ねてお礼申し上げます。本総会でご承認いただきました活動計画のもと、本日より、第9期の活動をですね本格的に開始いたします。会員一同一丸となってさらなる飛躍に向けて邁進してまいりましょう。よろしくお願いします。